よし入れた。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブー、ミヒトチャンネル。つけた方がいいかな。オーバードライブはちょっと怖いんで、まあ僕もオーバードライブなんですけども。あらー、なるほどね、負けてるのね。おっと、モバさんが早速持ってってくれるのか。もう一人いたな、敵いたじゃん、いたじゃん。まあまず4点入れるところからだな。どれ、敵の UAV がオンラインだ。まずった。この試合まだ前、いや後半なのか。だから2人入れたのか。おっと、味方さんとごっつんこしてしまうた。ちょっと待って、今ね、私丸ボタン押したつもりなのにジャンプしはった。私のキャラクターはジャンプがしたかったみたいです。あれ、敵どうして来ないの。あ、そっちに行くのね。味方を待ってたパターンかな。いい感じじゃない、いい感じじゃ。挽回もまだまだできる範囲ですので、どう来る敵よ、どう来る敵。おお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 、どこよ敵。お、味方さんが入れる、しかもモーパーさんが入れる、最高ですね。わお、なんでそのタイミングで、なんでそのタイミングでそれなの。つらいよ、助けてよ。おっと、誰が拾った。おばさんが拾うか。よし入れた、入れたった。気づかれてない。アロさん、マーナーは消えないと思うけど、一つの考えとしてね。ちなみに僕はゼニガメは、なぜならカメックスが好きだったから。カメックス、カメックスって2番目だっけ、3番目だっけ、進化。どっちだっけ。どっちの進化だっけ。2段階目でしたっけ。カメックス、ゼニガメ、カメール、カメックスでしたっけ。あ、覚えてない、私覚えてないよ。ゼニガメ、全員が、私に任せるのかい。私に任せるのは無理だよ、私溜まってないからね。だがこれはね、あの味方さんのお手打ち具合からして勝てそうな気がする。いけるんちゃう。あー、いけないか。あー、やばい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 。これね、あのこの戦いもう1試合としてカウントするからね。1試合としてカウントした感じだと、なか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 、UAV が欲しいです、 UAV が欲しいです。味方助けて、助けて、マジでマジで。味方さん、いけるか。おーっと、そっちからいけるか、いけるか、いけるか、いけるんちゃう、いけるんちゃう。あなたならいける、あなたならいける。自分を信じるのです。あ、無理か、さすがに自分を信じても無理か。いけないか、いけないか。私のせいだ。ああ、私今の入れてれば勝ったのに。あらら、最終です。2番目はカメールだか、カーメルだか、カメールだか。ああ、そっか、あれ確かにかっこよかったな。あれは確かにかっこよかった。モパタン外したパーティーに。今の
今の投げてきてるニュートンにこうしてれば時間間に合ったのに何してんだ僕はマジで何やってんだよ本当にやってしまいました。あー味方だ速攻でよろしくアメリカ殺されたか。いやだからドレッジは辛いドレッジは辛いドロップがドロップがどうなるドロップドロップドロップ、そっちから行ってるねやばくね。戻ったモカさんよろ。あそっちから行くそっちから行く。あモパさん大丈夫か。あ気づかれてる。モカさん入れてよろしく入れれるか。あドレッジあモパさん死んでしもうた。どう来る。あれ解除する解除っていうか捨て大丈夫か大丈夫か。お味方が入れた。さあ1分16秒1分16秒耐えれば大丈夫。アルファさんメガ進化したバージョンは嫌いだってダサいんだもん。待ってメガ進化したカメックスどんな感じなんだ。最近のポケモン見ないから分かんない。ちょっと後で画像だけでも調べてくるからダサいんだ。モッパさんナイス安心してください守りますよ。そうですなこれは守るしかないな。敵がこれを取ったら味方が取ればそれをひたすらここら辺で持っていけばいいんだよね。あやってしまった。あでも味方のローリングサンダーがいい感じでいけるような気がするが。あやばいやばくね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 。危な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 。でもモパさんがそこで持ってですね敵からしたら涙目だよ敵からしたら涙目だよ。まあ勝つけどねこれ確定で勝つけど確定で勝っちゃうけど。さすがにこれは勝ったろうけども。お味方さんもどうするそれ。お見事うん途中参加にしてはモパさんと僕頑張った。そう思わないかみんな。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。